王位戦第2局が終局した。藤井王位の2勝となり、ダブルタイトル戦の挑戦権を得ている佐々木七段でさえも、勝率の高い先手番を落とす結果となった。我々はここで、佐々木七段は藤井七冠に勝利することが、もう難しいのではないか、と短絡的に考えがちである。なぜなら、棋聖戦と王位戦で、藤井4勝、佐々木1勝という途中結果から、いわゆる印象論でそう見立ててしまう傾向が強い。しかしながら、王位戦第2局1日目の解説を務めた真田圭一八段は、佐々木七段の資質と現状を次のように説明していた。佐々木七段の本年度の成績は14勝4敗で、2つのタイトル挑戦者になるほど、当然好調である。藤井七冠についても、タイトル戦を散々、やるようになっても8割というのは、ちょっととんでもないです。佐々木七段は、幼少期から気合を感じさせる将棋指しで、強い子供たちの中でも、プロになるだろうなと感じさせるものがあった。棋聖戦、王位戦のダブルタイトル戦でも、将棋の内容がいい。楽に藤井七冠を勝たせるような一方的な展開になっていない。将棋の内容が、もしかすると、藤井七冠に勝てるのかもしれない、と感じさせるものがある。知りたい学びたいを満たす、教養講座、資格取得のクベル、ナレッジアカデミー。とはいえ、佐々木七段も、タイトル戦で藤井七冠と実際に盤を前に向き合うことで、その強さを再び実感しているに違いない。藤井七冠の強さは、実際に対局で相対しなければわからない、と佐々木勇気八段も、将棋世界、で綴っていた。それほど将棋盤を前にした際の気迫があるということだ。勝俣清和七段は、愛知県豊田市の音楽堂で行われた王位戦第1局の観戦記で、次のように述べている。中盤戦で佐々木七段が5筋の歩を交換しに行き、逆転の火種を生んだこの手を見て能楽堂に戻った勝俣のコメント。藤井の射抜くような視線にのけぞりそうになる。なんて厳しい顔なんだ。叡王戦のイベントの時、高宮佐々木勇気八段や三枚堂達也七段とニコニコしながら談笑していた時とは別人ではないか。勝俣七段はご承知の通り、教授をニックネームとする棋士であるが、 NHK 杯本戦テレビ中継対局時にはペットボトルを飲んだり、タオルで顔を拭いたり、髪を上げたり、対局相手の顔をちらりと見たりと、終始動きを止めることなく、落ち着かない対局姿勢だった。早指し棋戦でも優雅さを失わない棋士とは対照的であったものの、観戦記は極めて秀逸である。勝俣七段しか知り得ない、棋士にまつわるエピソードが散りばめられ、指し手の解説に関する表現も豊かで、さすが、としか言いようのない、他の棋士にはない独自性に満ちている。対局中継からもよく知られるように、藤井七冠は読みを進める際に扇子を回したりしながら、いわゆる盤上没画となる。年齢が若いとはいえ、毎局常にいわゆるゾーンに入っている様子で、他の棋士の追随を許さない読みの精度、正確性、速度、集中度を発揮する。おそらくゾーンに入る術を意識的にも無意識的にも、資質からも訓練からも得得しているということだ。それはスポーツ選手のルーティーンに近いものなのかもしれない。勝俣七段はこうも述べている。私はその時、能楽堂の客席最前列に座って観戦していた。一心不乱に盤上を睨み、私に気づいた様子もない。人間とはこんなに集中できるものなのか。打ち上げの際にその時のことを藤井に聞いたところ、誰かがいたような気がしたのですが、勝俣さんとは分かりませんでした。一方の佐々木七段、昨年2022年10月から11月にかけて5連敗を喫していた。圧倒的に手が見えていなかった時期ですね。この頃に収録したアベマの指定トーナメントでは、竜をタダで取られたりなど、これまでやったことがないようなポカをやり、自信をなくしていました。今年の3月4月の勢いとも比べると、将棋の内容も含めて全く違いますね。不調を脱するきっかけとなったのは、意外にも視力矯正、メガネの可能性があったとも述懐している。よく聞かれるんですけど、勉強法などは変えていないので、特には分かりませんね。12月くらいから徐々にまともになってきて、手が見えるようになったとは思います。初めてメガネで対局したのは、2月の太陽壁、レオ四段戦、ですね。メガネは自動車免許を取るために作りました。高校生の頃くらいから目が悪くなっていたのですが、日常生活ではあまり不自由を感じませんでしたね。
知らない場所へ行った時に看板などが見えずに困った、というくらいです。将棋に関しては盤が見えていればいいかなと。ただはっきり見えていたわけではないので、どこかで思考が散漫になっていた気もします。クリアになってからは違ってきたかもしれません。手が見えることと視力は関係しているようだ。そして佐々木は藤井と自身を対峙しながら。藤井棋聖は洗練されていて、最善手に対する探求心が深いと思います。少ない残り時間でも妥協せずに読み進めるのは、勝負師というより真理を追求している学級肌ですね。序盤でも最先端を走っているので、バランスよく隙のない将棋、かつ終盤力では相手を圧倒しています。自身については、勝負師ですかね。相手によって作戦も変えますし、勝つためにどうするかということを対局中も考えています。開幕まで1ヶ月あるので、これからですね。自分の強みを最大限に発揮しないと勝負にならないので、できる限り自分の得意な形で戦えるように準備します。藤井棋聖とは久々の対局ですし、4時間という十分な持ち時間もあります。そういう環境で指せるのは楽しみで、モチベーションにつながります。と評していた。ダブルタイトル戦を決めた後に用意した作戦を、これまでの棋聖戦、王位戦で藤井七冠にぶつけているということなのだ。勝又は、佐々木の師匠である深浦のとっておきのエピソードを惜しげもなく観戦記で綴っている。2010年9月、深浦は4期目をかけた王位戦で千日手局指し直し後、23歳の広瀬章人八段に敗れタイトルを失った。夜10時の終局後、翌々日に対局を控えた深浦に、打ち上げには参加せずとも構わない旨をベテラン将棋観戦記者は告げたという。しかし深浦はネクタイを締めたスーツ姿で現れた。記者の定年がこのタイトル戦だったからだ。記者からの牌を激戦で弱った胃に一気に流し込むと、顔色一つ変えず記者に返杯の酒をついだ深浦は、今まで本当にお世話になりましたと深々とお辞儀し去っていったのだという。義理人情に厚い九州男児を辞でいく気骨あふれる棋士なのだ。佐々木はタイトル挑戦が決定してから、深浦夫妻と白滝呉服店へは服を作りに行ったのだという。深浦が着用した和服は、着用した時の戦績が丸×で書かれ保管されているとのことである。師匠からは、王位を取った時の和服をあげるよと言われました。グリーンのものですが、今回はそれを使いたいと思っていますと事前に語っていた佐々木氏一段。今の藤井棋聖相手に序盤でリードするのは難しいので、急にちぎれないようにしぶとく粘り強く指し、5分くらいで迎えた最後で少し抜け出せるのがベストな展開でしょう。そのような展開にできる作戦を、これからの1ヶ月でどれだけ深く面白いものを用意できるかでしょう。僕にとっては初めてのタイトル戦ですから、いろいろな意味で挑戦して楽しみたいと思いますと語っていた佐々木氏一段の挑戦は、新潟の棋聖戦第4局、北海道での王位戦第3局へと続く。このダブルタイトル戦は、気骨あふれる九州男児の深浦、佐々木の師弟による絶対王者藤井七冠への挑戦であるのかもしれない。